日本政府は国内の新車販売に関して2030年代半ば以降はガソリンだけで走行する車以外の電動車とする。温室効果ガス削減に取り組む姿勢を国際社会に示すのが狙いとのことだが、実施後は電気自動車 EV や電気とガソリンを併用するハイブリッド車 HV などしか販売できなくなる見込みになりました。騙されるな。空前の電気自動車ブームは空振りに終わる。しかしそんな声も虚しく、菅総理が所信表明演説でさらに追い打ちをかけます。2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする。ハイブリッド車を残したことは賢明だが、この演説は本当に馬鹿げている。地球温暖化対策が日本や世界の人類にとって無意味なものであることはあまりにも明らかだ。1万歩を譲って二酸化炭素排出量を減らさなくてはならないとしても、電気自動車の強制的導入によってその目的が実現するわけじゃないのに。自動車単体を考えれば電気で動かした方が二酸化炭素の排出量が少ないように見えるが、発電をする行為そのものが少なくとも現状では二酸化炭素排出の大きな原因じゃないか。エネルギーの効率的運用という観点から考えれば、化石燃料などのエネルギーをそのまま使用せずにわざわざ電気に変換するということは、エネルギーロスを生み出す環境負荷の高い無駄の多い行為だ。電気自動車は環境に優しい車として人気が高まりつつあるな。このまま2050年に CO2 などの温室効果ガスの実質排出ゼロを目指し、2050年カーボンニュートラルの実現をするぞ。首相の今回の表明により、扱いを別途定めるディーゼルエンジン依存の普通トラックなどを除き、35年までの全車電動化が動き出すことになりました。グリーン成長戦略と名付けよう。何がグリーン社会の実現よ。ちゃんと調べもしないで。国はトヨタを、日本の車産業を潰す気か。これでガソリン車禁止と EV 一本化論でいけるな。おかしなことだらけだ。別に演説では禁止とは言ってない。事実上のこれは禁止じゃないか。電気自動車が環境にいいと言われる最大の理由は排気ガスを出さないことです。本当なのでしょうか。ガソリン車は二酸化炭素や窒素酸化物など地球温暖化の原因と言われている物質を排出します。大気への排出量を抑えるために高性能なフィルターが使われてはいますが、対策には限界があります。その点、電気自動車ではバッテリーに充電した電気がエネルギー源となるため、有害な排気ガスが全く発生しません。排気ガスを出さないというイメージで誤解だ。電気自動車を使えば二酸化炭素が発生しないなんてことはない。どうやら政府は嘘をついている可能性があるみたいです。自動車は製造時に電気を使うが、電気は火力発電で作られることが多いため、間接的に二酸化炭素を排出しているんだ。鉄などの鉱石の採掘から輸送、製錬、製品への加工まで、製造工程は複雑であり評価が難しいが、一般的には電気自動車の方が二酸化炭素排出量が多いと言われている。もちろん製造方法などによって状況は変わりますが、現在電気自動車は製造時は環境に悪い自動車だと言えますね。そもそも発電所がエコではない。博士の言う通り、世界全体の発電のうち石炭が約 40%、 石油と天然ガスを合わせて約 25%、 原子力が約 10% である。つまり全体の 75% は一般的にクリーンだと認識されない発電方法によって生み出されているということだ。一時期は原子力発電は二酸化炭素を排出しないからクリーンエネルギーだと主張する環境保護活動家が多かったが、福島原発事故を目の前にして彼らは黙った。電気自動車を導入すればクリーンだという議論も、原子力発電はクリーンだという議論に似ているところがありますね。結局環境保護活動家のお気に召すクリーンエネルギーによる発電はせいぜい全体の 10% 程度にしか過ぎないわ。つまり全体のおおよそ 90% の発電が環境には良くないエネルギーで行われていると主張しているのです。電気自動車を導入して電気を使えば使うほど環境が破壊されるということだ。トヨタ社長ご自身は日本自動車工業会の会長として、全てを EV にするのは違うと思うと持論を展開されており、 EV 反対派のイメージを持たれていますよね。よく誤解されるんですよ。ここできちんと説明させていただくと、まずトヨタは基本的に EV 導入には賛成です。
2030年には EV と FCV の販売台数を200万台にする目標を掲げていますし、車載用電池に対する投資額はダントツで業界1位を誇っています。どうやら EV には反対ではないようです。ただ脱炭素の手段を EV に絞るのではなく、他の選択肢も用意すべきじゃないかと考えています。どういうことでしょうか。今は EV だけが正解だとする EV 推進派の企業や政治家たちが一つの大きな派閥になっていて、彼らは全 EV 化すればカーボンニュートラルは達成できると主張するばかりで、日本の現状が全く見えていないように思えます。完全 EV 化だと何が問題になるのですか。まず日本のエネルギー事情を理解する必要があります。エネルギーは作る、運ぶ、使うという3つの工程がありますが、その流れの中で発生する二酸化炭素を2050年までにゼロにしようというのが現在のカーボンニュートラルの目標です。政府が発言しているので分かります。自動車が一致するのは使うセクションなので、ガソリンを使わない EV に置き換えれば二酸化炭素の排出はなくなります。では何がいけないのですか。ところが EV で使用する蓄電池の生産には多くの電力が必要であり、その電力が火力発電由来の場合、生産時にかなりの二酸化炭素を排出するんです。どうやら豊田社長も博士や研究者と意見は同じようです。日本は火力発電の割合が 75% と非常に高いため、自動車の電動化だけでは二酸化炭素の排出削減につながらないのです。国内の車すべて EV 化したらどうなりますか。国内の全乗用車を EV 化した場合の必要な電力量を試算したところ、電力ピーク時での発電能力でも賄えず、原子力発電なら10基、火力発電なら20基の増設が必要になりますね。現在の発電能力では全ての EV 化は難しいみたいです。カーボンニュートラルにおいてあくまでも敵は炭素であり、内燃機関ではありません。でも否定的ではないということでしたよね。もちろんです。各地のエネルギー事情に応じ、どの車がいいかを決めるのは市場やお客様だという考えで、決して EV に否定的な立場ではないのです。では最後に一言お願いします。今後もこうしたトヨタの考え方を根気よく丁寧に説明していくつもりです。ありがとうございました。トヨタめ、余計なこと言いやがって。世界的にも EV の流れだ。ここで止めてしまったら日本は仲間外れにされてしまう。強行突破だ。政府は方針を変えることはなく、このまま強行突破の姿勢を見せます。自動車を完全 EV 化するということであれば、クリーンな電力の量も少なく、コストも高い日本での生産は難しく、必然的に海外に生産拠点を移すことになる。そうすると国内の自動車産業に従事する550万人の雇用の多くが一気に失われかねない。ひいては日本の自動車産業の存続危機につながってしまう。上場企業で次に潰れるのはうちだ。このままでは日本人の雇用の問題を超え、日本の自動車産業の危機になってしまうみたいです。このままでは100万人の雇用と15兆円もの貿易黒字が失われかねないぞ。脱炭素の遅れで自動車は輸出できなくなり、最大の輸出産業で雇用が失われるというのです。よし、このまま2050年カーボンニュートラルを推し進めるぞ。日本自動車工業会の会長として宣言に賛成はしたが、このままでは産業が崩壊してしまう。賛成したんだからちゃんと言うこと聞いてくださいね。ここで手を打たないと、ものづくりを残して雇用を増やし税金を納めるという自動車業界がやっているビジネスモデルが崩壊する。トヨタは自動車産業の会長でもあるため、思うように上げないのが現実です。車の競争力をどれだけ上げたとしても、このままでは日本で車を作れなくなる。クリーンエネルギーを調達できる国や地域への生産シフトが進み、日本の輸出や雇用が失われる可能性がある。 EV 化が進むとかなりのリストラが進んでしまいます。そして豊田会長の苦言や危機感のトロは自公会の会見のたびに繰り返されました。そして必死の訴えは自公会会長という立場だけにとどまりませんでした。ひとまず CM でも訴えかけよう。今回のトヨタイムズは水素エンジン。トヨタ社長のレーシングスーツ姿が印象的なテレビ CM を何度も目にした方も多いですが、トヨタ社長という立場でもトヨタ氏は自らが先頭に立ってアピールを続けました。カーボンニュートラルは共感が大事。俳優の香川照之氏の力のこもったナレーションで訴えかけます。
日本の業界団体大企業のトップがテレビ CM までを動員し、ここまでに頻繁に政治的な発言を繰り返すのは前代未聞だ。政府側も曇った表情を見せます。トヨタはたくさんある会社の一つというような存在ではないぞ。日本企業でダントツ1位の株式時価総額、約30兆円の営業収益、2兆円を超える営業利益を誇る日本一の企業だ。トヨタのトップが政治に煙たがられるのを厭わず、なりふり構わぬ姿で何度も何度もアピールせざるを得ない危機感を持っているみたいです。地球温暖化と気候変動は、気温上昇、台風の大型化、豪雨災害の激増、水面上昇など様々な問題をすでに引き起こしている。温暖化の原因が人類の排出する CO2 にあることは疑いの余地がない。科学者たちもそう断言しているではないか。しかし政府が心配しているのは環境以外がメインでした。世界のほとんどの国はカーボンニュートラルを目指しているし、パリ協定に賛同している。何の対策もしないという選択肢はすでになくなっているのだ。2050年までの30年という時間をかけて消費のすべてを組み立て直す、そう言い換えてもいいだろう。そして30年後の未来の勝者となっているのは現在のサプライヤーとは限らない。ゼロカーボンという転換期は全てのもののチャンスである一方、全てのものの危機なのだ。やべえじゃねえか。車の EV 化だけをターゲットにするなんて、日本の産業を潰しにかかるのと同じですね。世界に負けるな日本。トラタさんも何か努力してください。わかってるよ。